今日は大会2日目男女フルーレ団体の決勝戦をお送りします。解説は2004年のワールドカップ個人フルーレで3位に輝き現在は世代別の日本代表コーチを務める山口徹さんです。山口さん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山口さんは今大会の審判員も務めていますね。はい、そうなんですよ。はい、はい、あの審判としてあのこのトーナメントの1回戦から、先ほどの3回戦のところまで、担当させていただいて本当にあの選手たちのこう緊張した、一つ一つの試合の様子であったりとかあの高いパフォーマンスの部分もたくさん見せていただいてですね、はいはい、今回の大会のまたレベルの高い、ところを見た上で、はい、今回また解説をさせていただくということでよろしくお願いします。はい、間近で試合を見てきた山口さんに解説をお願いいたします。はい、実況は長崎文化放送の羽地です。山口さん、はい、2日目のフルーレという種目ですが、はい、こちらどういう種目になるんでしょうか。はい、まあ、あのフルーレという種目に関してはですね、はい、攻撃の優先権が、発生するような形になるんですね。あの簡単にシンプルに説明するとですね、一番初めに審判があれという合図で始まるんですけども、その相撲でいう立ち合いのような形でその時に先に動き出している方の、攻撃を優先、するような形、全く同時に、アクションを起こした場合は、同時突きということで、点数には入りませんといったような形、はい、もしくは攻撃した側のアタックを、避けてですね、後ろにバックステップで下がって相手の剣を払う、もしくは相手のアタックを一度見切った上で切り返しでアタック打てば切り返した方の攻撃優先権が移るといった形で、ほんのわずかなアクションの中で、攻撃優先権がもうあのこっちこっちこっちでこう交互に移りながらで、なかなかこうすぐには見てもわからないと思うので、はい、今回僕がこうやってまた解説させていただいて、はい、その都度その都度今の状況はこういう状況でっていうのは説明させていただくかなと思います。はい、攻撃防御それぞれの役割があって、まあ、そこも見どころだというところですね。はい、そうですね。はい、そしてフルーレですが両腕と頭部を除いた胴体のみが有効面ということになります。はい、その有効面をつくことでポイントになります。はいはい、片方の選手だけが有効面をついた場合はその選手のポイントになりますが、はい、両者同時突きの場合がそういった攻撃優先権が絡んでくると。そうですね、あの同時にランプがついた状態の時に、優先権を持っているのか持っていないのかで大きく変わってきますので、はい、そのあたりもその都度その都度丁寧に説明はさせていただきながら、はい、ご理解いただけたらなと思います。そういったフルーレの見どころがありますので、はい、ぜひ皆さん注目してください。難しいけど分かれば面白いので、はいはい、ぜひとも説明どんどんしていきたいと思います。詳しく山口さんに解説いただきます。はい、さあこの後男子フルーレ団体戦の決勝戦が幕を開けます。楽しみです。ただいまから男子学校対抗フルーレの決勝戦を行います。試合に先立ちまして選手監督並びにインタラクションを紹介します。はじめに愛知工業大学名電高等学校長谷川
第48回全国高校選抜フェンシング大会男子フルーレ団体の決勝戦です。決勝へ勝ち上がったのは初優勝を目指す宮城県代表の気仙沼高校と、3年ぶり4回目の優勝を狙う愛知県代表の愛知工業大学名電高校です。はい、さあ早速試合が始まっております。そうですね、はい、もう本当にこの、気仙沼高校対、愛工大名電さんですね、はい、去年、決勝まで、上り詰めた気仙沼高校、そして愛工大名電というこの2校がですね、この決勝の舞台で今もう戦い始まってますけども、はい、スピードパワーそしてテクニック全てにおいてどちらも非常に高いものを持ってますので、はいはい、もうすでに今ポイント2点入ってますが非常に高いレベルの、応酬が続くと思います。はい、1回戦気仙沼は菅原文春2年生そして愛工大名電は林川瑠衣2年生2年生同士の対決となっています。はい、もうどちらも経験十分豊富な、2人ですけども、はい、特にこの右側の愛工大名電の林川選手はですね、はい、U17 歳以下の日本代表として今国内ランキングも3位で、はい、常に活躍をしているそういった選手ですので、はいはい、高いパフォーマンス期待したいところですけども、しかし、気仙沼、菅原選手ですね、はいはい、林川選手の足元をすくうぐらいの勢いで今3ポイントで、取ってますよね、はいはい、3対1リードは気仙沼の菅原です。はい、落ち着いて、右側の林川選手が集めていったんですけども、はい、それに対して気仙沼の、菅原選手が、動いてですね、相手の動きを翻弄した形でカウンターを決めましたが、その後は、逆に、林川選手がカウンターでポイントを重ねるような形で、はい、取って取られてが続いてますね。はい、またも林川のポイント、はい、林川選手非常にテクニックがあるんですけども、はい、もう今この気仙沼の菅原選手の勢いにちょっとこう初め、少しうまく合わない、はい、状況が続いてます。5本先に取った方が今次の選手にリレーをつなぐことができるんですけども、はいはい、このもう菅原選手はもう勢いで5本取り切るぞというような状況なんですけども、はい、取りましたね。取りました。はい、決勝戦第1試合は気仙沼菅原が先に5ポイントを奪いました。5対3気仙沼がリードしています。なんかこうゲーム展開と同じようにですね、はい、我々もなんかこうちょっと慌てふためいたちょっとこう、ね、実況解説になっちゃってるんで少し落ち着きを取り戻した形で2試合目の展開また説明していきたいなと思います、はい、なんかこう選手たちの興奮が移っちゃったような感じになりますよね。そうですね、まあ、まさに全国選抜の決勝戦、はい、気持ちが盛り上がっております。はい、いやもうね、選手たちのちょっと横顔とかもね、はい、少しずつまた紹介させていただきたいんですけども、はいはい、愛工大名電の西村健也選手、この右側の選手はですね、はいはい、1年生ですよね、はいはい、ちょっと試合前にいろいろ話聞いたんですけども、はい、あなたの役割は何ですかと、はい、いうような話の中でチームの中での役割電光石火です電光石火というような、はいはい、パワーワードが出てきましてですね、はい、夢はアジアで1位になりたいと、はい、またそこがアジアっていうところでなんかこうね彼の思いがなんかいろいろあるのかなと。そうですね、具体的な目標になるのかもしれませんね。はい、そうですね、で、はい、あと、好きな自己 PR に関しては K-POP ニュージーンズが好きだと、はい、いうことでニュージーンズのヘリンですかね、はいはい、が好きだということでここでしっかりと、ね、高いパフォーマンス出して、はい、ヘリンさんの方にも活躍がね、はい、こう聞こえるような形でね、はい、頑張ってほしいなと思うところ。 YouTube ですからもしかしたらそのヘリンさんもね見てるかもしれない、見てくれているかもしれません。夢ありますね。はい、はい、一方気仙沼高校の、ね、清原貴文選手、はい、チームのエースですよね、はいはい、清原貴文選手は僕フィジカルモンスターという風な形でちょっと普段、勝手に呼んでるんですけども、はい、非常にフィジカル、強くてですね、はい、いつまでもトップスピードで動き続けることと、はい、高いテクニカルな部分というのがあるんですけども、はい、こうフィジカルが強い分こう小手先のテクニカルなところをこういかにどうやって高めていけるかというところでそこの部分で非常にこう課題意識持って普段から取り組んでいるようなそんな選手ですよね、はい、気仙沼の清原はフルーレの20歳以下の日本代表ですね、はい、そうですね、20歳以下で、日本代表になってたこともあったんです、はい、今ちょっと少しランキングを落としている状況なので選出歴があるということですね。そうですね、はいはい、十分な実績あるんですよ、はい、でお父さんも実はですね、はい、僕よくいろいろお世話になったんですけども、はい、非常に強かった清原選手のお父さんも強かったんですけども、
はい、もう親子2代であの世界で活躍するような形でというところで今、はい、ね、本当にトップに向かって頑張っているところですよね。まさにサラブレッドということですね。そうですね、はい、あのお父さん多分苦笑いしてる、あのすごいシャイなお父さんなので、はい、苦笑いされてるかもしれないですけども、はいはい、僕の憧れの先輩の一人ですね、はい、この試合選手点は気仙沼の清原が取りました、はい、この動き続けられるこの清原選手の、ね、躍動感にちょっと期待、見ていただきたいんですけども、はい、清原は少し縦にジャンプしています。そうですよね、はい、ちょっとこうトリッキーなアクションで相手のタイミングをずらすような形、はい、でその中で相手がちょっと戸惑った時にうまく飛び込んでいくっていうような形ですよね、はい、連続ポイントです。はい、左側の、清原選手アグレッシブにどんどん攻めてますよね、はい、対する1年生の愛工大名電、西村ポイントを取りました。はい、西村選手実はちょっとね、あの西村選手に関しても、はい、お父さんが和歌山出身、僕自身も和歌山なんですけども、はい、お父さん同じ高校の大先輩なんですよ、はい、はい、お父さんもめちゃめちゃ強かったんですよね、西村君、はい、だから こっちもサラブレッドなんですよ、はい、右側の西村選手。そうなんですね、はい、でも木原選手のアタックもキレキレですね、はい、偉大な父を持つ者同士の対戦となっています、はい、いいですね、あのこの立ち合いのところ、相撲でいうこの8強に残ったのこのエドプレイアレっていうこのフェンシングでいうこの立ち合いのところで、はい、あのスムーズにシンプルにこう西村選手のアタックが入っていくのは非常に魅力的ですよね、はいはい、両チーム通して登録メンバーの中では唯一の1年生西村健也です。展開でも早いですね、はい、ゆっくり喋りたいのになかなか話させてもらえないっていうもう9対5ということで気仙沼があと1本取れば、はい、この2回戦勝利となります。今西村選手が突きに行ったのがマスクのあたりですね、無効面です、はい、このシルバーのところが有効面になってまして、はいはい、そのシルバーのところを突くことによって、はい、色ランプ緑もしくは赤のランプがついて、攻撃優勢権持っている方がポイントを取るというような形になります、はい、両腕と頭部を除いた胴体のみが有効面のフルーレです、はい、今西村選手またポイント取りましたよね、はい、ナイスアタックでした。今攻撃優先権西村選手が持ってたんですが、はい、うまくつけずにですねカウンターを打った清原選手のポイントが無効面白いランプをついたので、点数は入りません、はい、今西村選手が、はい、清原選手のアタック打ち終わって切り返して優先権を取った状態で、はい、ポイントを取ったということで西村選手に点数が入ります。攻撃優先権が移った段階で、攻撃できたということですね。そうですね、はい、はい、今のは清原選手が、ルプリーズ、攻撃を再開した時に突きに行ったのが無効面だったということで、はい、これもどん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 進んでいくので、はい、説明が追いつかないかもしれないですけども、はい、YouTube 見てる方は、はい、はい、後でゆっくり、ね、説明とともにちょっとそう、あれですね、リプレイを、はい、リプレイで確認してもらってという形で、はい、はい、今アタック清原選手行きましたがアタック1つ目はアタック打ち終わって西村選手切り返して優先権持った状態で無効面、はい、しかし非常に早い試合展開ですね。そうですね、これ、まあ、あの途中で、ね、スローとかでこうリプレイがあれば、はい、多少説明の時間もあるんですけどこれもうね、はい、ずっとこう試合が立て続けに続くので、うん、はい、こうやってついつい早口で説明しちゃうんですけども、はい、西村選手のアタックです、はいはい、攻撃優先権を持ったそのまま攻撃優先権持った状態でアタックを取りましたね、西村選手のアタックです、はい、9対8、1点差に迫っている愛工大名電西村です。いや思わず場内ハウリングを起こすぐらいね、はい、はい、あの興奮したそういったエキサイティングな試合になってますよね、はい、はい、西村選手のアタックです、はい、1年生やるじゃないですか、素晴らしいですね、はい、4連続得点です。いやなかなかこの躍動感お父さんのフェンシングを思い出します西村選手いやお父さん本当強かったんですよ、はい、どちらのお父さんも強かったので、はい、なんともねあれですけども、はい、お父さん対決も見てみたくなるような情報ですね。見たいですね、僕個人的にはお父さん対決今のお父さん同士どうなることかね、はい、はい、それもまた YouTube でぜひ、はいはい、長崎文化放送さんでどうでしょうか、はい、西村選手勝ちましたよ、はい、取りました。そんな話をしていると西村が10点目を先に取りました、はい、試合で逆転しました。そうですね、西村選手1人で7点取りましたよね今、はいはい、ここはチームとしては清原貴臣選手、はい、なんとか、つなぎたかったところなんですけども、はい、4点で止まったということで、はい、トータル、チームスコア10対9、はい、下線、愛工大名電が1点リードというような状況で3試合目に、突入するという形になりますよね、はいはい、1試合で最大で5点、はいはい、でそれをトータル9試合やって、はい、45点までがゴールと
ただその時間を使い切った場合、はい、1試合3分間 の, 試合あの使い切った場合は、その45点までにたどり着かなくても1本でもリードしたら勝ちというような状況になっております。はい、さあ第3試合です。気仙沼は初貝柊也、はい、愛工大名電は長谷川陸です。はい、初貝柊也選手、この左側の選手なんですけども、はい、もうあの見てわかると思うんですけど、上背というかね、この、あのフィジカルががっしりとしてるんですよね。はい、非常にパワーのある選手です。はい、はい、一方、長谷川陸選手ですよね。はい、はい、僕も昔からよく知ってて、陸陸っていつも、はいはい、呼んでるんです。本当小さい小学生ぐらいの頃から知ってるんですよね。はい、はい、大きくなったなって、うん、長谷川はですね、身長が175センチ、あら、初貝が身長170センチということで、長谷川の方が身長が大きいんですが、体格の良さが初貝は目立ちますね。そうですね、もう本当パワーあるので、はい、はい、今のも長谷川選手のアタック取りましたね。連続得点になります。はい、身長で言えば僕182なので、はい、すいません、そこは張り合うんですよね、はい、毎回必ず張り合いたいなと思います。はいはい、たくさん牛乳飲んだんでね、はい、それが良かったのかなと思ってます。はい、そして去年のインターハイで優勝したのがこの愛工大名電なんですよね。インターハイチャンピオンですね、はい、チャンピオンチーム。ただ準決勝で気仙沼と愛工大名電は対戦しています。はい、その時は愛工大名電に軍配が上がり、そのまま愛工大名電が優勝まで駆け上がったということになります。はい、まさに因縁の対決ということですね。そうですね、その時の悔しさとともに、あと去年の決勝でも負けてしまったっていう、その気仙沼の、ね、はい、チームの思いっていうのがここの試合に出てくるということになりますよね。はい、初貝選手のアタックですね。気仙沼は去年のこの全国選抜大会、まあ、決勝に上がっているということで2年連続の決勝戦になります。はい、このフルーレ種目ですね。この初貝柊也選手がですね、はい、この左側の、ね、気仙沼高校なんですけども、非常に、まあ、なんかこう個性的といいますか、はいはい、あの僕も一緒にあのフランスへ の,、ね、あの17歳以下の日本代表の遠征に、彼と一緒に行った、去年行ったんですけどね、はい、非常になんかこう独創的な発想というか、はい、あまり物おじせずに、はい、フランスにいてもあの常にマイペースで、過ごしているところにちょっとこう、ね、大物の器を感じるところと、はいはい、ちょっと話もあの事前にアンケートを取っているのは、将来の夢は教員になりたいというようなところで、ね、あの人を導いていくようなね、なんかこう、はい、うん、すごくこう丁寧にやってくれそうな先生になるのかなっていうふうに思ってますけども、はい、非常に頼もしいですね。はい、さあ11対13、愛工大名電が2点をリードしています。右側の愛工大名電、長谷川陸選手、非常に落ち着いてますよね。はい、はいはい、そんな中でこう今あの優先権を取り合って、剣を払って払っててお互いにやってる中で、最後長谷川選手うまく懐をついた状態から、最後ちゃんと相手の剣もコントロールして、あのうまく剣を抑えた状態を作って、シングルランプ、赤いランプだけをつくというようなシチュエーションを作りましたよね。非常に拮抗した試合展開となっています。はい、攻撃優先権をいかに剣を払って取る、はい、もしくは先に動き出すというような形で、お互いに攻撃優先権を取りながらポイントを取りに行く、もしくはなくてもですね、はい、先ほどのようなシングルランプ、赤もしくは緑だけの今みたいな、はい、今優先権持ってないんですよね、初貝選手、長谷川選手が剣を下から払って、はい、優先権は長谷川選手にあったんですけども、うまく潜り込んで、あのシングルランプ、赤いランプのみをつけたということで、はい、点数は初貝選手に入ります。はい、気仙沼、初貝のシングルランプで同点に追いつきました。はい、逆ですよね、同じように、シングルランプで長谷川選手が取り返すという形で、このシーソーゲームを続けている限りは、はい、まだこの点数差であれば全くゲームは分からないですよね。はい、まあ、非常に見てて面白い試合となっています。はい、もうこの決勝戦のお互いにこの3試合目までは、はい、なかなかこうみんな結構硬いんですよね。はいはい、なのでこの2回り目、4試合目からまたお互いの良さがどんどん出てくるので楽しみですね。はい、この試合は愛工大名電の長谷川が先に15ポイントに到達しました。はい、15対13、愛工大名電がリードしています。陸頑張ってますね。はいはい、でも柊也、ね、初貝柊也君も頑張ってます。ちょっとみんな知り合いすぎて、はい、思わず下の名前で呼んじゃうのも、はい、はい、ちょっとそうですね、はい、ただ市場は入れずに、もちろんですよ、公平な目線で見ていきたいですね。はい、もう市場なんて入れたことないですから今まで。そうですか。はい、もちろんです。はい、ただ知っているね、このもう選手たちが戦うというのは本当に感慨深いですよね。はい、本当に感慨深い。もう個人情報なんで言わないですけど、はい、誰があのどこの怪我をしてとか、はい、今までどんな苦労をしたとかいう背景も多少なりとも把握しているので、はい、そういった部分も思うとですね、はい、かなりここで頑張って躍動している姿っていうのは胸が熱くなりますよね。はい、
さあ4回戦が始まろうとしています。愛工大名電は西村健也、気仙沼は菅原文春です。はい、先ほど言ったように2回り目になってきます、はい。4試合目2回り目になってくるとお互いに肩の力が抜けて、はい、自分の得意なパフォーマンスっていうのをより一層出しやすくなるので、はいはい、今優先権持ってたのは西村選手だったんですけども、はい、ちょっとこう相手に有効面外してしまってですね、はい、カウンターを打った菅原選手のポイントですね、はい。あ、カウンター、はい、逆ですね。菅原選手がアタック優先権持ってたんですけども、右側の西村選手うまくカウンター合わせてシングルランプでポイント取りました、はい。実力が拮抗している両者、はい、これは同時突き、いや、攻撃優先権を奪い返して西村選手が最終優先権持った状態でポイント取ったので、はい、同時にランプついてますけど優先権持ってたのは西村選手ですね、はいはい。続けてポイント取りました。連続ポイントです。このアタックが非常に魅力的ですね、はい。スススってこうシンプルに伸びてくるアタック、はい、トップスピードも非常に持ってますので、西村選手のあのトップスピードを出させないのが菅原選手できるかどうかということですね、はい。西村健也1年生躍動しています、はい。西村は足のバネ、瞬発力を鍛えてきたと話していました。なるほど、はい、パラードですね。相手の剣を払って突きに行った西村選手のポイントです。はい、西村個人で4連続ポイントです。なんかあれですね、はい、躍動感本当に迷いなくポイント重ねてますよね、はい。先に20点に到達したのが愛工大名電です。西村健也1年生活躍しています。いや、大活躍してますよね、はい。20対14、愛工大名電が6ポイントリードしています。第5試合に移ります。はい、愛工大名電は林川瑠衣、気仙沼は初貝修也です。20対14、愛工大名電が6ポイントリードしています。はい、じりじりと点数差広げてきた愛工大名電さんですよね、はい、はい。気仙沼としてはですね、ここで、相手エースの林川選手をどうコントロールできるかっていうのが非常に、はい、おカウンターうまく合わせましたね。初回のポイント、はい、うまく下がりながらプレッシャーかけながら、なかなか簡単にアタック打たせずに、うまくカウンター気味に、手を伸ばしてポイント取りました、はい。おちょっと足ぐれたかな、大丈夫かな。気仙沼は去年決勝戦で鹿児島みなみに敗退しているんですが、その時に清原、菅原、初貝は出場している選手ということで、そうですね、まあ、この決勝戦にかける思いもひときわ強いでしょうね、はい。この景色をもうすでに見たことがあると、はい、この舞台で戦ったことがあるというのは非常にアドバンテージじゃないですか、はい。さあ、連続ポイントは気仙沼、初貝です、はい。同じように相手にプレッシャーをかけながらですね、下がってディスタンス、距離をコントロールしながら、うまくタイミングを見計らって有効面を捉えると、はい。初貝修也選手2ポイントゲット、素晴らしいですね、はい。4点を追いかける気仙沼、でこの右側の愛工大名電、この、はい、林川選手のスムーズなアタック、素晴らしいですね、はい。うん、はい、林川瑠衣選手、はい、彼はアンダー17の日本代表の、今国内ランキング3位に入ってまして、そうですか、はい、また世界選手権でも活躍、はい、アジア選手権、世界選手権でも活躍というような形で、はい、今頑張っている選手の一人ですので、林川に話を聞きますと、手首と胸を重点的に鍛えてきたということで、この剣の競り合いで負けないように、そうですね、はい、鍛えてきたと話していました。特にショートディスタンス、近い距離でのやり取りっていうのは非常に得意な、選手なので、はいはい、こういった剣の交錯するような、何回も剣を接触させながらのポイントフィニッシュっていうのは非常に精度が高いものがありますね、林川選手、はい。でチームでの役割を聞いたら、ポイントゲッターだと胸張って言ってました、はいはい。最終目標、オリンピックで優勝するとこういうこともさっき、ね、自信満々に宣言してくれたので、はいはい、将来楽しみですけども、はい。一方、初貝修也選手ね、ここの本当ゲームの重要さ、理解した上でのね、はい、ゲーム展開見えますよね、はい。残り、5、6、7、8、9と、はい、あと5試合になるんですよね、この試合含めて、はいはい。なのでここの、5試合目でいかにして点数差を埋めた状態で気仙沼としては、はい、いけるぞと、頑張って僕たちは優勝するんだという思いを、はい、気持ちを途切らせないためには、この初貝選手の活躍がもう必須ですよね、はい。ここで絶対離されないこと、はい。気仙沼は去年のインターハイで3位だったんですが、はい、まあ、準々決勝を終えた段階でもすでにガス欠状態だったということで、それを克服するためにシャトルランやサーキットトレーニングなどで体力強化に取り組んできたと話していました。なるほど、なのでもうこの決勝の舞台でもね、はい、全くそのガス欠のような、状況にはなってないということですよね、はい。まさに頂点を
目指すために鍛えてきた気仙沼です、はい。初谷選手うまくアタック、打ちに行ったんですが、はい、林川選手がうまく、体を、ひねりながらうまく最終、有効面を捉えましたよね、はい、林川選手のポイントです。22対18、愛工大名電が依然リードしている状況です。ただ初谷選手が今4ポイントを取って、はい、林川選手、相手のエースがですね2ポイントしか届けないということで、はいはい、今これで5ポイントですよね、はい、初谷選手大活躍ですね。19点目を奪いました。差は3点です。はい、ここで本当に初谷選手がこの20点っていうこのまた大台に一つ乗せることができるかっていうところで、チームの心理的にも、はい、点数のイメージがまたちょっと違ってきますよね。はい、ただ次のポイントは林川、はい、それをさせない、うまく攻撃優先権持ってた初谷選手だったんですが、はい、タイミングを見計らって、はい、カウンターを合わせた林川選手のポイントです。第5試合1分を切りました。はい、今のような近い距離でのやり取りになったときに、はい、審判がですね、まあ、危険な行為に、体と体の接触であったりとか、そもそも優先権をどっちが取っているかって非常に判断難しい場合はあると、やめの合図が入ります、はいはい、先ほどはやめの合図で、仕切り直しということですね。そうですね、試合再開ということになりますね、はい、さあ19対23、気仙沼はここで1ポイント欲しいところ。はい、林川選手飛び込んでいって腕ですね、はい、初谷選手の腕をついて、アタック、無効面ということでポイントは入りません、はいはい、優先権持ってた初谷選手のアタックが無効面で、はい、点数は入りません。初谷選手のアタックノンバラブルと言います、はいはい、アタック無効面ということですね。ランプが光っても、まあ、決して得点にすぐさま直結するわけではありませんね。そうですね、はいはい、優先権持って白いランプついた場合っていうのは、その、無効面をついたということで点数は入らずに、もちろん相手にも点数は入らないということで、はい、仕切り直しですね、はい、ただこのポイント制度といいますか、はい、剣先のことを僕らポイントっていうふうに呼ぶんですけども、その剣先の精度をどうやって上げていけるか、はい、まあ、要は胸元のあのシルバーの部分の、はい、あそこの細かい、小さいエリアをどうやって捉えていけるか、はい、そこの精度が非常に、問われてくるので、このフルーレっていう種目は非常にそのあたりの練習みんな積んできているところですけども、はい、今イエローカード出ましたよね、はい、今工作ちょっと相手と工作しかけたときに剣を持ってない側の手で有効面を少し隠したような形になってしまったということで、はい、カバーリングというんですけども、はい、イエローカードが初谷選手に出ましたが今タイムアップで、はいはい、このまま5回戦が終了となりました、はい、23対19、愛工大名電がリードしています。いやこれね、初谷選手のナイスゲームですね、はい、そうですね、5ポイント初谷が取りました、はい、そうです、はいはい、5ポイントだから個人スコアで言えば今5対3でチームのエースをうまくコントロールできたというところで、これ清原貴文選手、はい、気仙沼のエースにとっては非常に追い風になるような試合だったということですよね、はい、気仙沼はまあそれぞれの役割をしっかりと熟知するという話をしていました、はい、取れるところで取る、取れなさそうな相手であればポイントを抑える、相手のポイントを抑えるという作戦を取ってきています、はい、清原貴文選手ちょっとアンケート答えてもらってるんですけども、はい、役割、自分の役割は部長でエースということで、はい、まあ、キャプテンですよね、部長、うん、エース、そして、夢は高校教員としてフェンシングと関わりたいと、はいはい、そして、PR、 自己 PR は気仙沼の寿司、ギター、釣りということで、はい、いろいろとこう楽しみで街の良さをですね PR してくれています ね、 そうですね。でも長谷川選手が今鋭いアタックでポイント取って、その後カウンターで清原選手がもう1度取り返してということで1対1です、はい、個人スコアは、はい、ただチームスコアが20点に乗ったので少しこうまたじりじりと近づいているというようなイメージを持ちますよね、はいはい、その差4点のビハインドで、追いかける気仙沼というような構図ですよね、はい、ただ決して大きく離されはしないですね。そうですね、十分追いつく追い越せるところにいますので、愛工大名電としては、はい、1点でも多くリードを奪った状態で、はい、9試合目を迎えたいと。一方で気仙沼としては1本ずつ1本ずつ1試合ずつ、少しずつこう差を縮めていく作業に入っていきたいところですね、はい、第6試合気仙沼清原貴文対愛工大名電長谷川陸の試合が続いています。今飛び込んでいった長谷川選手の剣をうまく捉えてですね、はい、突きに行った清原貴文選手だったんですが、はい、無効面でした。その後今行われたのが、はい、アタック清原選手行ったんですが、それをうまく捉えた、はい、長谷川選手の、はい、ポイントになりました、はい、さあ25対20、
愛工大名電5ポイントリード。はい、部長でーす、ね、清原高見選手、気仙沼としてはここポイント重ねたいところ、責任感が強いので、こうやってこのかなりちょっとこう肩に力入ってますけども、はいはい、うまくそれが点数につながればいいんですけども、はいはい、長谷川が突き放します。そうですね、そうはさせない長谷川選手も、はいはい、頑張ってますよね。また長谷川選手もめちゃめちゃ真面目なんですよ。もう試合会場で必ず、はい、もうすぐに挨拶に来てくれて、あ、そうなんですね、はい、もう必ずどこにいるかってもうすぐに、ね、挨拶しに来ているのですぐ分かるんですけども、今清原高見選手がアタック、はい、鋭いのに入りましたね、はい、こういう一本でまたちょっとこう肩の力抜けていいパフォーマンスにつながっていくので、はい、さあ連続してポイントと重ねたいところですよね、はい、清原選手第6試合2分を切りました。はい、取りましたね、清原選手のアタックです。22ポイント目、ここで長谷川選手としては、はい、弱気にならないで、はい、もう少し具体的なプラン守りきるのか、それとも今守りましたね、はい、うまく菅原選手がアタック打ってきたところ下から払って肩口の方をつきました、はい、背中のあたりつきましたね。非常に高いテクニックです。長谷川陸のポイントです、はい、取って取られてなので、はい、愛工大名電としてはこのリードを保った状態、はい、もしくは1本でもリードを広げた状態で次につなげたい、はい、一方で気仙沼清原高見選手としてはエースとしてここでチームメイトに、少しでも点数埋めた状態でつなげていきたいというところで、はい、気仙沼としてはこの5ポイントの壁が常につきまとっているでしょうか。そうですね、5ポイント差をなかなか縮められない印象です、はい、そうですね、はい、今もだから6ポイント差になってますもんね、はい、だからこう心理的にもやはりこの愛工大名電さんあと2本取ったら30に乗るじゃないですか、はい、30に乗った時点で自分たちが20何点までいってるのかっていうところで非常にそのあと、いやいけるぞというような可能性を感じながらゲームができるのか、はい、これはちょっとまずいなということでもうとにかく短い時間で勝負するしかないっていうような選択肢をこうもう狭めた状態での勝負にやらざるを得ないのかっていうところで、うん、かなり選択肢の幅が変わってくるので、はい、このエース清原高見選手は1点でも埋めた状態でチームメイトにこう楽 なんか選択肢をよりちょっとこう幅を広く守ってもよし打ってもよし何か相手にさせてもよしっていうようないろいろとこう選択肢を広げられるような状況でチームとしてはつなげていきたいところですよね。第6試合は30ポイント先取までとなっています。愛工大名電としてはあと2ポイント、はい、いいですね、長谷川選手うまく、はい、何回も何回も相手の剣払ってですね最後胸元のあたり突きに行きましたね。落ち着いてます、はい、長谷川選手先ほど気仙沼は去年の決勝戦を経験していると話しましたが去年のインターハイではこの長谷川、林川、西村が経験しているということで、はい、まあ、経験値としてはどちらのチームも非常に豊富ですね。そうですね、もう自分たちは、ね、全国で、ね、勝てるんだということをちゃんと、ね、はい、自分たちの中で記憶として鮮明に残った状態でこの選抜の全国選抜の決勝の舞台に上がっているということで、はい、きっともうこれも、ね、絶対にもう勝てるんだという、ね、はい、明確な自信を持った状態での試合に見えますよね、はい。いや一方で、清原選手も簡単には、ね、ポイント取らせないというところで、はい、ここでまた5点差というところになったので、はい、この4点差というところに縮められるかどうかというところ、はい、精神的にも変わってきますよね。さあ清原ここポイントを奪えることができるか、はい、右側の長谷川選手あと1本取れば次の選手につなげることができます。あると、はい、今外に出ました、はい、シルバーの、メタルピストという呼ばれる足元、14メーターあるんですけどもそのエリアから出た場合審判からあるとかかります、はい、で今のポイントは長谷川選手がうまく相手の剣を払ってつきました、はいはい、長谷川選手30乗せましたね。愛工大名電が先に30ポイントに乗せました、はい、30対24その差は6点、愛工大名電が依然リードしています。ここで最終回りですね、はい、7回戦です、はい、さあこの終盤に差し掛かってくるともうチームの作戦とかも変わってきますでしょうか。そうですね、もう、はい、ここで、初貝選手、はい、西村選手この2人に関しても実力が拮抗してますので、はいはい、ここでもう初貝選手としては取れるんだったら取ろうと、はい、きっとアグレッシブに攻めていくと思われます、はい、一方で西村選手もまだ1年生で、非常にフレッシュな選手なので変に守りに入って時間を使うというよりもいけるならどんどん攻めていくという形でかなりアグレッシブな試合展開になると思いますね、はい、この7回戦大変見どころです。そうですね、1年生の西村対2年生気仙沼の初貝です
ですね、非常に躍動感のある2人の試合展開ですけども、はい、緊張感漂っています、はい、今この白いランプがついたのはですね、はい、あの時にあるんですけども、この道具を使ってするスポーツ特有の、はい、時にあのちょっと整備不良といいますか、はい、あの試合これだけ激しい動きしてますので、この服の間にケーブルとかを通してあの、はい、電気をうまく流しながら、審判機っていうね、あの機械を使ってやってるんですけども、はい、時に断線するんですよ。ああ、そうですか。はい、今多分断線の可能性を、はい、審判から指摘されてですね、はい、こうちょっとコード、この服の中に通しているコードを、ちょっと新しいのに変えましょうということで、今から交換をするところですね。はい、そうですね、ずっとこうベルが鳴っている状況ですね。はい、はい、さあ一旦ブレイクになります。はい、でこんな時にチャンスなんですよ。はい、ですね、ちょっと選手のプロフィールを、はい、はい、そうですね、山口さんが集めた選手の情報を、ここで言わないでいつ言うんだっていう話です。そうですね、まあ、試合展開がちょっと早かったのでなかなか差し込む暇がなかったかもしれませんが、はい、じゃあ初貝修也選手の、はい、ちょっと自己 PR いきますね。はい、はい、気仙沼初貝いきますよ。このシチュエーションで説明する話ではないかもしれないんですけども、はい、嫌いな食べ物はトマトとそうですか、はい、いうことで、はい、はい、マイブームは、ベースはい、ベースと釣り。これあれですね、はい、高海選手と一緒ですね。ほうほうほう、ベースギター、まあ、向こうは高海選手はギターだったので、はい、バンド組んでるんじゃないですか。あ、なるほど、はい、ドラム音楽のベースですね。試合再開しましたよ。始まりました、はいはい、さあ、はい、トマトと、まあ、ちょっと嫌いなトマト、そしてそうです、ね、ベースが趣味の初貝、はい、ここポイントを取り返せるか、はい、初貝選手遠征行くことあったらちょっとねトマトプレゼントしましょう、はい、まさか本人もこんな話をされているとは思わないでしょうね。いやでもここに書いてしまったんでね、はい、もう仕方がないですよね、はい、言われても仕方がないっていうところです、はい、トマト山口さんの情報網に引っかかった初貝です。いや栄養価満点なんでね、はい、トマトぜひ好きになってほしいですね、はい、さあその初貝ポイントです。はい、再び5点差に詰め寄っています気仙沼初貝です。この5点差から、ね、どうやって、ね、あの差を縮めていくかというところは非常にこの試合においての、ね、はい、非常に、重要なポイントになるかなと。先ほどからなかなか5点差以内に縮めていくというところが、ね、はい、なかなかできていない状況になっていますので、はい、気仙沼としてはここが踏ん張りどころ、はい、でここで初貝選手なんとか頑張って、はい、点差を縮めた状態で、はい、次の菅原文治選手につなげたいところですよね。はい、はい、菅原選手見ててもね、文治選手あの非常に調子良さそうなので、うん、はい、きっとこの8試合目も非常にアグレッシブな展開になるかなと思うので、はい、ここの7試合目の初貝選手と西村選手の試合、もしかするとこれゲームを左右するんじゃないかなと、はい、はい、いうようなそれぐらい重要な、ゲームになると思います、はい、一つこの決勝戦のポイントになりそうな戦いです、はい、おー、いいですね西村選手の、はい、このシンプルなアタック非常に伸びますね。足のバネ、瞬発力を鍛えてきたという西村です。お、あ、うまく初貝選手優先権取った状態で背中狙いに行ったんですけども外してしまいました、はいはい、西村選手カウンターうまく合わせて、はいはい、ポイント取りました。西村選手連続ポイントです、はい、32対25、はい、初貝選手落ち着いてコース変えながらうまく肩口の方をストレートまっすぐ突きに来ましたね、はい、お、初貝、はい、連続ポイントですね。いやここのゲームの、ね、あの重要性を分かっているチームメイト の応援がひときわ大きくなってきましたよね、はい、気仙沼初貝がポイントを取ったところでベンチメンバー声を上げました、はい、もうベンチの、ね、菅原文治選手もこうベンチに座ってないで、はい、もう準備し始めてますもんね、はい、もう次の自分の対戦に向けて、はい、立って応援をしています。そう、僕もあの選手だった頃は本当にベンチでいるタイミングと、はい、少しベンチからちょっと後ろにちょっとあの離れて、はい、ウォーミングアップと、はい、気持ちの準備、していくのもよくあるルーティンだったので、はいはい、応援をしつつも自分の準備をするという、ね、そうですね、非常に気持ちわかります。攻めていく初貝、はい、さあ今度は西村だ。次のポイントはどちらか。おー、はい、気仙沼初貝です。今攻撃優先権持ってたのがですね、最後は西村選手だったんですよ、はい、初貝選手アタック打って打ち終わった後優先権が西村選手移って、はい、でもアタックうまく外した状態で、はい、今の背中ですか。そうですね、はい、パワーあるんですよ、はいはい、パワーあってあって、はい、突然トリッキーなアクションの中で背中に行くっていうのはなかなかできないですよ、はい、気づけば5点の壁を越えて3点差に迫っています。はい、
いいですね、面白いですね、3点差ですね、ここで、はい、可能性がどん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 上がってきましたんで、はいはい、ちょっとカウンター気味で入ったのが足元あれですかね、接触したのがちょっと痛そうな感じですけども、はい、西村選手大丈夫かな。試合が再開されます。西村が攻める。いやでも西村選手はね、全然もうあれですね、はい、なんかこう守りに入るようなスタイルではないですね、うん、はい、愛工大名電期待の1年生西村です。電光石火ってね、はい、あのキーワードで言ってましたけども、はいはい、やっぱりこうスピードに自信を、ね、持ってるようなそんなプレースタイルですよね、はい、さあ7試合目も1分30秒、松井選手のドサンっていうね、はい、あのパワフルなアタック、なかなか見どころありますよね、はい、170センチ71キロ、あでも、はい、西村選手電光石火のアタック入りました、はい、ちょっとプレパラーション準備動作が松井選手一つ多かった状況に、それに対して西村選手がうまくアタック入れましたよね、はい、でもはい、松井選手のシングルランプです。松井はこの試合個人で6点目、はい、もうカウントしてますよ、はい、はい、でも西村選手も全然臆することなくいきますもんね、はい、いやでもチームとしては非常に愛工大名電としては全然、はい、なんかこう西村選手がこうやって躍動感ある試合をするとですね、はい、いくら点差をこう縮められたとしても、はい、全然チームの流れとしては止まらないですからね、はい、下を向いてプレーをしないですよね西村選手、はい、アタックですね西村選手、よく見れました。これは西村のポイント、はい、35点目を先に奪いました、はい、第7試合35対30、愛工大名電がリードを5点にしています。いやここでやっぱり5点差なんですね、はい、いやでも初貝選手十分見どころあったので、今のゲームで6点取りましたよね、はいはい、チームとしてはいけるぞというような気持ちで次につないだそんなゲームなんだったんじゃないでしょうか、はい、気持ちを見せてくれた気仙沼の初貝でした。そして終盤第8試合に移ります。残り2試合ですね、はい、愛工大名電は長谷川陸、はい、そして気仙沼は菅原文治です。はい、菅原選手2名ね、はい、菅原選手2名じゃない、あ菅原選手と清原選手、はい、清原選手ちょっと名前が似ているかもしれませんが、はい、菅原文治です。今名前チェックしてたらちょっと今の目の前の、ね、プレーちょっと見逃してしまったんですけども、はい、ビデオ要求しましたよね今、はいはい、でも要求は通らずに、長谷川選手のアタック認められたという形ですね。30対36、はい、いいですね菅原選手、先ほどの西村選手に負けないぐらいのスピーディーなアタックですね、はい、山口さんの目から見て非常に調子がいい、いやいやいいです、いいです、うん、本当に将来性あるこの菅原選手のアタック魅力的ですね、はい、取材をしていてもチームを代表して答えてくれるのがこの菅原なんですね。なるほど、はい、いやそういった意味でも度胸があるんでしょうね、はいはい、審判は、はい、菅原選手のアタックを取りましたね、はい、3点差に詰め寄っています気仙沼菅原、いやここビッグチャンスじゃないですか、はい、菅原選手攻めていきます。ここで長谷川選手が臆することなくね、はい、うまくシーソーゲームに持っていくことができたらいいですけども、これも取ったのが気仙沼の菅原、はい、この勢いが怖いんですよ、はい、高校生なんでもうとにかく本当にこの勢いで一気に逆転して状況が変わることはあるので差はわずかに2点です。はい、ここで、ねリードしている、ね、長谷川選手が、はい、こ う, うまくこう消極的にならずに、はいはい、もう迷わずにプレーできるかどうかというところに、はい、キーになってくるんじゃないかなと思います、はい、ここも菅原5連続ポイント、今優先権は長谷川選手が持った状態で行ったんですけども、ちょっとこう準備動作として剣の軌道が大きすぎて、はい、それに対してうまくカウンター気味に、菅原選手のアタックが入りましたね、はい、さあ36対35、1点差に迫っています気仙沼。長谷川としてはここはポイントを取りたい、そうですね、落ち着いてここで様子見ながら時間もちょっと少し使いながらで、はい、あんまりスピーディーな展開にせずに落ち着いて自分の良さを出していける状況を長谷川選手は作りたい、はいはい、一方でもう短い時間でどんどん取れるなら取ろうということで、はいはい、アタック打ってよし守ってよしというような状態で菅原選手今やってますよね、はいはい、菅原選手ですね、はい、相手の剣をうまく払ってですね有効面捉えました。ここで同点に追いつきましたよね、36対36、菅原は6連続ポイントです、はい、
ここでビデオ要求、長谷川選手、僕のアタックじゃないですかということで、はい、まあ、剣の接触、お互いに、優先権を持って接触した長谷川選手も僕のアタックオフェルというんですけども、はい、相手の剣を叩いて突きに行ったじゃないですかということだったんですが、審判は、守っているディフェンス側の、はい、菅原選手のポイントを取りましたね、はい、パラードリポストですね。1回戦ごとに1回ビデオ判定を要求する権利があります、はい、もうお互いにこれ失ってます、はいはい、要求が通らなかったらもう1回切りで終わってしまうんですね、はいはい、ここで長谷川選手、はい、入りました、はい、思いのこもったアタック入りましたよね、はい、さあ白熱する第8試合です。いやもうね、僕たちハラハラドキドキですけど、はい、親御さんたちはどんな気持ちで見てるんでしょうね。そうですね、はい、これだけ接戦になるとまさにハラハラドキドキ、はい、もう今僕手汗べっちょりですよね、はいはい、再び同点になりました。37対37。これ決勝戦の、はい、8試合目、はい、残りあと1試合で、はい、チームの優勝は決まるということで、はいはい、最後の、ね、9人目のエースにどうやってつなげるかというところですよね、はい、1点リードは愛工大名電。ここは取った、ね、シーソーゲーム、気仙沼菅原が取りました。いやすごいゲームになりましたね、はい、菅原選手8本目、躍動している2年生菅原、はい、もう迷いないですね、どん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 今攻めてますね、はい、菅原選手、はい、去年決勝の借りを返したいんだというふうに話していた菅原です。思いひとしおですよね、はい、はい、審判は今お互いに剣を接触した、はい、攻撃に行った菅原選手、ディフェンスに回った長谷川選手、お互いに剣を接触しに行ったということで、はいはい、今ビデオレフリーとともにですね、はい、確認してます。パラードですね、はい、長谷川選手の、攻撃優先権を、はい、審判は認めました。このビデオ確認は、選手からの要求ではないではないです、ね、あの自ら審判が、はい、確認をしに行ったということで、より精度を高めるために審判が自ら確認しに行きました、はい、長谷川のポイント、はい、長谷川選手、はい、ここで今までなかった技に出しましたね。少しこう距離を取りながら、はい、相手のタイミングを見計らって有効面を捉えると、はい、優先権持ってないですけども、今みたいに少しこうタイミングずらして下がりながらディスタンス距離をコントロールして突いたというような形で、はい、ちょっとこう初めて見たこのゲームの中でね、はい、アイデアでしたね、うん、先に40点に到達したのは愛工大名電です。しかし気仙沼の菅原が連続ポイントを重ねました。いや完全に尻尾捕まえたって状態ですから、はいはい、気仙沼としてはですね、この最後のもう、これといってなあの、ね、もうお膳立てというか、はい、もう本当にエースあと お願いしますというような状況で、最後清原高見選手ですよね、はい、一方で林川瑠衣選手、愛工大名電、はい、エースとしてお互いにね、意地と意地のプライドのぶつかり合いですね。最終第9試合が始まっています。最初のポイントは愛工大名電の林川瑠衣、はい、いやお互いに非常にポテンシャル、ね、あの高い選手なので、はいはい、どういうゲームなのか。おお、アタックですね、うまく背中入れました、はい、うまいな清原選手のアタックです。40ポイント目に到達した気仙沼です。あ、失礼、39ポイント、あーカウンター入りましたね。今清原選手背中狙ったんですけど、ちょっと外してしまいましたね、はい、失礼、39対42です。はい、さあ最終第9試合、白熱した試合展開、はい、アタックですね、清原選手のアタックですね、はい、ここで40ポイント目に到達した気仙沼です。はい、ゲームスタートの2点差に、ね、戻しましたよね、はい、はい、しかし林川選手落ち着いてますね。この第9試合45ポイント到達で試合終了となります、はい、残り2点取ったら、愛工大名電さん優勝、はい、一方で気仙沼としては3点差をまずは、追いつく状態を作れるか。さあここで、はい、44点目に到達した愛工大名電、チャンピオンシップポイントですよね、はい、あと1点取ったら愛工大名電さん優勝。気仙沼としてはここ、はい、追いつきたいところですまずは、はいはい、残り2分30秒で追いついて、で最後一本勝負に持ち込むというような形に持っていきたいところだと思いますね、はい、第9試合、試合展開が早く動いている、はい、あ、ナイスアタックです、ナイスアタックです、はい、気仙沼の清原選手のアタックです、はい、落ち着いてうまく胸元つきましたよね、はい、41対44、はい、林川選手もこうやってタイミングいろいろずらしながらいろんなことやってくるんで、はい、清原選手なかなかアタックは打ちづらいと思うんですけども、はい、ここも迷いなくアタック打ちましたが、清原選手のアタックを
林川選手が剣を払ってつきました、はい、無効面で点数は入りません。これはポイントになりません、はい、パラードリポストと言います、はい、取りました。林川選手がアタックねじ込みましたね。愛工大名電林川瑠衣吠えました。愛知県代表愛知工業大学名電高等学校、うん、3年ぶり4回目の全国選抜優勝です。いや強かったですね、はい、終始リードを保ったまま愛工大名電が駆け抜けました、はい、しかし非常に見応えのある試合でした。早かったですね、はい、はい、もう目を、ね、離せない、1試合1試合、はい、あっという間の9試合でしたね、はい、去年のインターハイ王者愛工大名電がこの全国選抜の舞台も制しました、はい、山口さん、まずはこの試合振り返ってみて、はい、愛工大名電の強さどんなところにあったでしょうか。そうですね、あのエースは間違いなく林川瑠衣選手なんですけども、はい、この西村健也選手1年生、はい、この1年生の活躍非常に目を見張るものがありましたよね、はいはい、全然その先輩たちに対してとか臆することなく、はい、どん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 その時に失点ももちろんあるんですけども、はい、失点することよりも自分がポイントを重ねることに集中して、はい、チームの、メンバーに対して、はい、先輩たちもっとも頑張りましょうよってね、はい、なんか劇を飛ばすようなゲーム展開を、はい、西村健也選手が見せてくれたことによって、はい、チームが全く下を向かなかったですもんね、はい、いやずっとずっとなんかこうポジティブな空気が流れてたのが、はい、愛工大名電の中でありましたよね。対する気仙沼ですが2年連続の決勝進出、まあ、実力のもう強さというのはもちろん見せてくれましたが、はい、惜しい試合を展開していましたね。いやもう特にねこの初貝選手がじりじりとチームに対してねちゃんとこう鼓舞をこう、はい、するような展開と、清原隆美選手エースとして、はい、責任感のあるプレー、はい、もうとにかく真面目に一生懸命相手のプレーをうまくコントロールしながら自分の点数重ねていくと、はい、そして菅原文治選手も非常にポテンシャルの高い動きをしてですね、はい、菅原選手、はい、今画面中央にいます。打ってよし守ってよしで、はい、なんかこう非常に将来有望な3人の、はい、試合展開を見てて、まあはい、団体としてね今回悔しい思いしてますけども、はい、今後またインターハイであったりとか個人でですね、はい、また国内ランキングマッチとかいうのでどんどんランキング上げてくるんじゃないかなっていうふうに、まあ、将来日本代表としてね、はい、活躍するんじゃないかなっていうふうなそういう、こう期待を持ってね今の試合を見てました、うん、非常に実力のあるチーム同士が対戦した全国選抜決勝戦でした、はい、愛知県代表愛工大名電に軍配が上がりました。3年ぶり4回目の優勝となりました。はい、強かったですね。はい、ここまで男子フルーレ団体戦の決勝戦をお送りしました。はい、ありがとうございました。